星のドラゴンクエスト実況者のエテです。よろしくお願いします。お知らせ、一番上を見ていただきたい、レジェンド宝箱福引きルビス装備が、今来ております。最近ね、ちょっと星ドラの動画あんまり上げられてなかったんですが、裏でね、しっかりね、いろいろイベントはね、こなしているので、ジェムはね、もう15,100個、待ちわびたね。エテは待ちわびた、このガチャを、この福引きを待ちわびた。今日この15,000、1回10連が、3000だから、40連かな。40連やります。はい、40連やりゃ盾出るでしょう。本当に盾出なかったらもう暴言吐くよ、さすがに。ルビスのね、盾が欲しいんです。ではルビスの盾が、このね、まあね、ルビス弓杖を持ってる、弓剣で冠ローブ上下兜3つ持ってる、鎧上下、いや、やっぱ盾だね。盾以外必要ねえわ。盾が欲しいんだよ。では本当に無課金でさ、もう無課金だからさ、もうこのチャンスをさ、この限られたチャンスをものにしなきゃいけないわけで、ってなわけで、今日やっとね、エテにメイン盾が舞い降りるでしょう。では、回していきます。マジで、まあ、1個ずつ見ようね、せっかくだし。まあ、10連、毎回星5確定なんで、1個は確定なんでね、回します。よし、はい、まあね、いい出だしだね。出だし玉鋼の兜、非常に良い。出だしとしてはね、バッチシ、つかみは完璧。次、まあね、途中、道中でね、この10個の道中で、ね、1回ぐらい跳ねてほしいね。いや、ほんと無課金だからさ、今ちょっといい感じの勢いだったじゃん、蛇の扇。頼むよ。4つ目。数えとかないとね。5個目。盗賊のチュニックした。6個目。はい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 。まあまあ持ってないからいいか。持ってないし、鎧のね、上は持ってる。まあこういうのはね、ちょっと揃えたい、一式揃えたい、タイプなんで、まあ嬉しい。あとはスキルがどんなものか、もう何個目か忘れちゃったよね。一回星5が出ると何個目か忘れる、これ星ドラあるあるね。7か8ぐらい。まああとは最後の、もう一個ね、道中で一個出たら満足ですよ。次、最後かな。ホリロブ上。はい、ラスト。ああ、何、今このシリーズ来てんの？このなんとか竜の、なんとか竜神のやつのシリーズ来てんの今。まあ、この斧は、まあ、正直
そのメラ属性攻撃だったっけな、メラ属性の威力が 500% 超えるようなやつ、うん、あのレベルまでね、レベルまで確か500何パーまでいくので、まあ敵単体なんですが、まあまあまあ悪くはない、うん、持ってなかったし、ミラクルアックスもついてくる。はい、まあ最初の10連はまあこんな感じです。ちょっとスキル見ようか。会心率のプラス極みあ、会心極みか、これFF コラボのカブトも確か会心率極みだったような気がする。それに力中、あとはこれなんかいいのついてない、ついてない、はい、まあ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 いいんじゃない？2個出りゃね、2個出りゃ星ドラとしては、うん、当たりの、あの分類に、はい、入る、うん、20連目回します。いやマジ立てくれよ、さすがにそろそろ立てくれって。はいはいはい、1個目幻魔の鎧した。2個目、うん、玄武の道着上。3つ目、跳ねない雷の杖。4つ目、パルチザン、パルチバトルフォーク、バトルフォーク。5個目、うん、心理のローブ。6、魔法の鎧。マジか、もう今日はもう言わないでおこうと思ったけど、もう言うわ。もうこれが星ドラなんで、もうこれが星ドラ、星のドラゴンクエストなんで、これがもうこういうとこじゃない、こういうとこ人気ないのって。失言だったね今のはね、うん、大人気国民的ソーシャルゲーム星のドラゴンクエスト、みんなやろうね。8かな、次8。はいはいはい、揃った。揃った、上下全部、頭、武器いらねえわいらねえわ、アルビスの上か。いやいやいや、嬉しい、これは嬉しい。いや、当たり、ちょっと乱数、いい乱数引いてくかもしんない今日。いや当たりだわ、ルビスの夜。嘘、うわあ、うわ、最後詰め込んでくる、最後詰め込んでくるパターン、ありがてえありがてえ。これ刀身ブーメランと、ルビスの上はね持ってなかった、立ち向かう心、これあれだよね。うわ、これめっちゃいいやつやん、これ 20% で解除するやつ、休み、麻痺、呪い、眠り、呪い、こんな全部対応、全部対応してんのこれ、めっちゃいいやつこれ。で、プレス軽減。で、こっちは？あ、トキバイとギラ属性ダメージ中。軽減中。まあまあ、トキと場合でね。うん。全然使える装備。で、これ。
やべえ、ちょっとほんと叫んじゃったわ。刀身の奇跡、威力 300% で 25% で仲間全員の素早さを 30% 上げる。まあまあまあ使えるでしょ、全然使えるでしょ。ピオリムじゃん、言うたらピオリムじゃん。30%、ああ素早さ上げる系の武器なんだブーメラン、この刀身ブーメランは。いや、ありあり、全然ありだね。当たり、盾はないけど当たり当たり。まあ盾なくてもこれはね文句言えない、この当たりは文句言えない。うん、え、ちょっと待って、え、3000350、あ、5が、いや50連いけるわ、50連いけるわ。何の計算、ま、ちょっとまた計算できないとこ、またちょっと算数できないとこ、またちょっと見しちゃった。もうカットだな、あそこもう完全にカットします。算数できないところ見しちゃった、漢字も読めねえし算数できなかったらもうやばいっしょ、そいつゲームやってる場合じゃねえわ。30連目、うんうんうん、あの最後ね、今日なんか最後の方、後半あの詰め込んでくるパターン来てるから、まあ、前半はいいでしょ。ムーンアックスはっ、あ、ちょ、いいね、いい跳ね具合で貴族チュニックした。3つ目、数え忘れるとなんか、あ、これラストで、あ、二度跳ねしたの後にもう一回のラスト、本当のラストの向こう側がね、うん、数え間違えるとラストの向こう側に出くわすことがあるから、ちょっとラッキーな気持ちになるよね。3つ目、4つ目、魔法物のバンダナ、8個目。さすがに無理がある。ラストの向こう側。ラストの向こう側欲しがりすぎてる。9個目。欲しがったから出してくれないの、バイザーウェイプ。炎の爪メラミ、何個目だ今。おしゃ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 、来てる。ちょっとやばい、今日やばいぞこれ。いや、これやばいぞこれ、本当に星ドラやばいぞ。いや、これは異常、だいぶ異常値、このリンリンってなったけど、この当たりは異常値やばい、こんな出ないよ普通。マジですか、マジですか。うそ、めっちゃ可愛いし、このローブ下は絶対メイン装備にしよう、スキルわかんないけど。いや、まだ道中やし、うわー、闇の衣上、まあけどこれ錬金来てるしね、ちょっと錬金来てるやつ、これ錬金来てるやつ、充電、ラストに詰め込んでくる。今日はラスト3つ確定、今日3つ確定かな、今日10時から10時15分まで3つ確定来てる、もしかして。デイン系呪文だから、これ今ギガデインねってあれ持ってるから、あ、完璧じゃん。ブレスダメージ軽減中付きで、ルビス恵み発動後 50% で自分の HP を20から回復する。うーわー、あと冠で揃っちゃう、ルビス。
で闇の衣はねこの軽減系の強がねついてくるんで非常にね耐性面では非常に優秀、うん、錬金してね使いたい。で真っ黒になるからね錬金したら結構かっこいいやつ。うわちょやっぱいやこんなにこ大当たりじゃん今日。いや普通に10連引いて星5 1個なんかザラだからね星ドラって。それが星ドラだからこれ星ドラじゃないかもしれない。もしかしたらこれ何ドラなんこれ。え、だって提供割合だって 5% じゃないの。あ、まあけどまだ当たりやすくはなって 0.8% か。まあまだ全然当たりやすいっちゃ当たりやすいんだね。普段は 0.5% じゃないのね。そうだよね単発だとね。次40連いやこのなちょっと待ってちょっと整理してくるわ。はい、では40連目回します。ちょっと待ってね、うん、はい40連目いきます。いやマジ期待できる今日は。ただ残念なことに盾が来てない。盾が来てない。盾頼むよマジで。1玄武道器、2月の奥義、蛇か蛇の奥義。いやけどもうあれか、もうこれ以上贅沢言っちゃいかんか。さすがにこんだけ出てこれ以上の贅沢はいけないか。貴族チュニック4、うん、狩人の弓5、7、8、あ、じゃあ8、9、10がね期待だからね。ソードブレイカー6、魔法使いのズボン。まだ来ないから。7、7、まだ来ない、うん、知ってる。次もうこれ今回3つ出たらほんと通報した方がいい。この得手の末端もうこれ以上最後ケツ3つもし星5ポンポンポン出るようになったらもうこれ運営に1回通報した方がいい。これはうんだよね、うん、だよね、うん、森人のチョッキ。いや今回1個パターンかな。さすがに1個パターンだね。鋼の鎧した。まあ1個だとしてもそのもの次第だから。はい、プリンセスシールド。いや悪くねえんだこれ。これ盾として全然悪くねえんだわ。これ全体回復盾なんだわ。全然悪くないんだ。うん、そう味方全体40回復。いやシンプルにこれ結構ね使えるからね。防御プラス HP40 回復しかも全体だからちょっとこれは正直アリアハンメインの得手のバトマスアリアハンからプリンセスシールドだな今。うん、ルビス来いよルビス。盾来たけど最後か最後か。できればルビスの剣とかも欲しかった。できれば装備鎧とかはまあ嬉しい全然嬉しいんだけど、うん、嬉しいんだけどルビスの光が欲しかった。ルビスの光が
ラスト50連。いや、よく貯めたよ、1万5000まで。1万5000ジェムよう貯めた方だわ。頑張った、うん、もう何が出てもね、うん、何が出ても納得しよう。納得して、今後も星ドラ続けていきます。1個目、いや楽しいからね星ドラ普通に、うん、もっとねもっとね流行ってほしいわ。現場の夜。2個目、無法者。3つ目、鉄の爪、鋼の爪。鉄の爪入ってたら切れるわさすがに。4つ目、忍者かった。5個目、プラチナシールド。これもラスト1個パターンかな。まあ十分出たからね。6個目、鋼の鎧。7、ホリロブ。8、おー、無法者。9で2回来て、頼む。ラスト頼む。9で2、バトルフォーク。バトルフォーク、つくらオリジナルか。ラスト、大天使の探検。なんとも言えん。なんとも言えねえわ。なんとも言えねえ。大天使のシリーズってのは、まあ悪くはないんだけど、アークエッジってなんなん？チャージタイムマイナス 20%、 敵のいずれか。微妙、微妙いわ。大天使の中でも一番微妙いんじゃないかこれ。チャージクラッシュじゃん、ただのチャージクラッシュ。いや大天使はやっぱ剣が普通にいいよね。大天使剣、あと弓だったら攻撃力、守備力を下げるやつで、剣だったら回復。探検なんなんこれ、微妙いって。はい、てなわけで、まあ今回は正直大当たりですね。大当たり。預けるで確認しよう。まずは、頭これね、うん、でルビスの鎧上で、ローブ上で、闇の衣上、これ下で、ローブ下で、盾プレインセスシールド。武器に関しては大天使の探検と刀身のブーメランで、斧、うん、これなんて読むかわかんないけど、ホムラ竜神っていいのかな、なんかそんな感じのやつの斧。まあ当たり会だね、うん、珍しく、エテのガチャ動画にしては珍しく当たり会だったと思います。はい、まあ、とりあえず、まずはプリンセスシールドを早急に強化して、メインのねバトマスに持たして、アリアハンをお下がりで、まあエテグランデかひらがなポンゲの方に持たせようか。そうだね。
はい、まあ、まだね、あの期間が、これ、3月26日、今日24なんで2日間あるんでね、2日間の間にね、もし3000ジェムまた貯まるようなことがあれば、もう一度引こうと思います。はい、はい、では、今回は、レジェンド宝箱福引きルビス装備の福引き、50連でした。大当たりでした。はい、ありがとうございました。